長宗我部国親の長男として土佐の国で生まれる。初陣で大活躍を見せ鬼和子と称される。父が急死し21代当主となる。元山家の家督を継いだ元山親重が敗れ、元親が土佐国中部を平定する。柳枯れの戦いで秋国虎を滅ぼし土佐国東部を平定。四万十川の戦いで一条兼定に勝利し土佐国統一を果たす。四国攻撃軍が編成されるも本能寺の変で危機を脱する。中富川の戦いで阿波の国を支配、徳川家康らと手を組み豊臣方の戦国秀久の軍を撃破。その後讃岐を支配する。伊予国の川の毛を降伏させ四国統一を果たす。最終的には豊臣軍に降伏し土佐一国のみを安堵される。豊臣秀吉の九州征伐に従軍。鉄木川の戦いで島津家に敗れ長男信親が討ち死に、文禄の駅に水軍として参加。慶長の駅に水軍として参加。文国法長宗我部元親百科条を制定する。長宗我部元親は伏見屋敷に屈居しました。